はい、ひとつきまわさ清水です、えー。急速な円安の進行を憂慮、1ドル135円突入ということで、ですね、6月13日に、えー、松野さんが、ね、官房長官がなんと発言したか、最近のね、円安の為替市場では、急速な円安の進行が未来、憂慮している、急速な円安、<laughs> あそうですかーっていうことなんですけども、政府としては日本銀行と緊密に連携をしつつ、為替市場の動向や経済、物価への影響を一層の緊張感を持って で注視していく考えだうんちなみにあのこの人の日給大体いい、えー、200日労働したと考えて、えー、ですね官房長官の給料だけで15万円です日給日給日給かに、えー、そこに自民党の、えー、議員としての給料も入ってくるので <laughs> まあ年収5000万ぐらいと考えると、まあ、日給25万から30万ぐらい、うん、マジかよ そこにさまざまな利権。もういいか減にしたよ、お前。っていうことで、えー、っ緊,緊張を持って中止していくそうです。まあ、要するに何もせえへん、ね、まあ中止してよねうん。すごいね、このこれを中止内閣と言っていいんじゃないかと思う。いや、そうそうそう,そう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 、本当に。岸田中止内閣。そうそうそう、中止してます、中止してます。ちゃんと見てます、うん、見てますあの菅。菅さんの時はさ、うん、あの安倍・安倍菅政権の時はあの、うん。 それには当たらないっていう、うん、当たらない内閣です。当たらない内閣。あと、スピード感っていうのが流行りましたね。スピード感。スピード感ちなみにさ、あの、スピード感、スピード感はさ、うん、持ってたんですかね。えスピード感は持ってたんですか、ね、菅さんはワクチンに関してはスピード感持ってたと思うよ。うよいや、も、持つってさ、あの。あ あこのこのニュースの私が一番反応したので、わかるわかるあのこの持つ内容の方じゃないんですよ。漢字の緊張感を持ってのもつって、おかしくない？あのおかしくない？あの持つがあの漢字になった。平仮名じゃなくなった。わかりまおかしくない？緊張感って知らん間にこうやってなんか握りしめられるものになった。物的に持てるものになったんです。持ってってさ、あの以上の一定字でしょ？ だからなんか緊張感を持ってっていうために私は脳内でこれに変換して聞いてたんですよ。で今日気づいてさヒットかもって検索したらさ、うん、みんな持ってるんですね緊張感、はい、握り締めております。なんなんそれ、あのー、で新聞とかも使ってるってことはこれ日本語なったんですよ。なったんじゃないのあの多分 <laughs> っとみさんの言っている「持って」っていうのはこの「以上の「い」だよね。<laughs> <laughs> うん、以上のいいおかしいでしょ、うん、これからあのハーブに変わりました緊張感もいやウィズダウィズダハーブハーブなっちゃったちなみにだからこれあの菅さんの時のスピード感もやっぱりね持ってるんです、うん、私も今あのー、えー 国会検議事録検索システムでスピード感を持ってっていうふうに検索したら、相当なヒットがありましたね、うん、でしょう結構、結構ね、いつの間にかね、スピード感とか緊張感はね、持てるものになったみたいですね。<laughs> ウ,ィウィズじゃなくて、ハブに変わってた、知らない間に。<laughs> <laughs> お前だー、みたいな感じちょ,ちょっと頭おかしくなってきて、うん。変わりましたね、いやいやいや、私が間違ってるってことは、うん、これ。 えー、<laughs> ちなみに国会検索システムでスピード感を持ってのこのウィズの方ねウィズはいで検索したらですね衝撃の検索結果ゼロ件。<laughs> <laughs> <laughs> いやだからね最近はあれ持ってて読めないやつが増えたから。 あのひらがなで書くことになったと思うんですよ。うん、そうね。うんうんうん、うん。らひらがなでヒットは結構あるんじゃない。よし。スピード感を持って、を検索してみましょう。ひらがなで。はいはいはい。今検索中。ぐるぐる、ぐるぐる。うん。あ、出てきた。出てきた。出てきたよ。うん。ただ、ちょっと気になるのがですね。ひらがなでスピード感を持ってって、検索するとですね。一番新しくって、令和元年。 <laughs> でその次はもうなんとですね平成23年ですどういうことつまりえっ、ー、とこれ平成23年にはスピード感を持ってっていうことが使われてるんですよ国会で議事録でそのでひらがなでひらがなでその時ひらがな登場するのは令和元年なんで ほぼ使われなくなったんだね。えで、いつからも持つになってんのえ令和元年ぐらいだ。そのスピード感を持つ手は、あれはスピード感を持ってはいつからですか王感を持って、じゃあ検索しますね。漢字の方ぐる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 。これ重いんだよね。うちの回線の問題じゃないんだよね。もうちょっと早いです。 えー、第208回国会参議院農林水産委員会、令和4年5月12日に使われていて、ですねこの漢字になったら、めちゃくちゃ出てくるよ。めちゃくちゃゃくく出てくる漢字になった一番古いお礼はいつなんですかえー、チェック。えー、第176回の国会なんで、えー、これはですね、平成21年か2年。 ややっぱりそう、ねうん、平成中に、はい、平成の終わりに「持って」が「持って」になっちゃった持ってが「持って」になっちゃった持てるようになった日本腐っとんな <laughs> だからもだから「持って」以上の「いい」っていうので「て」って書いて「持って」って読める人が減ったんですよ、うん、漢字の能力が落ちてさ、うん、ってか漢文の知識がゼロになったから、うん 「何,丸何を持って」っていうのは目的を表すためのあの前置詞であることが分からなくなっちゃったんね、うん、それの日本語読みであることが、うん、だからその例えばだから、ね「一戦要戦」いを持ってナポレオン的なあれはだからあの戦いによって戦いを養うっていうこと、うん、だからさこれをそのハブと間違えるのは不可能ですよね。うん でそれが本来の用法なんだけど「持って」っていう日本語はさその中国語の、うん、か古代中国語の、まあ、前置詞みたいなやつをです、ねうん、無理やり読んで使ってしかも後ろにつけるっていう一線、うん、要線なったら「いが前にあるのに戦いを持ってっていうふうに日本語で読む時には後ろになるっていう、うん、ことで、まあ「持って」という言葉生まれたわけですけどで生成の間ぐらいまではって昭和の間みんなそれ関門由来だと知ってたよね。 なるほどその辺りでもう分からなくなってんのかの、うん、の間にに知識がゼロになったんですゼ<ロ> <laughs> だからしょうがないから「うん、持って」よひらがなで書くようになったんだよ、ね、持って」ってうん、うん、で気持ち悪いなぁと思ったけど<で>まあ読めへんのちゃうなよと思ったんだけどさ、うん、その平成の末期ですね 持てるようになっちまう、持ってっていう漢字が今度は持つという漢字を使うっていう,うてて。それ大。完全なる誤用する。うん、それは誤用ですよね。しかも、それ、いいけどさ、これめ、新聞が使ってるじゃない。うん。だから、新聞が日本語わからなくなったってことだよね。きついな。<laughs> <laughs> 私があの、確認できた限り、平成二十二年二月二十四日。 あたりの国会議事録からスピード感を持ってが出現するようになりましたね。うん,うん。<laughs> あ、この思ってのよ。持ってで検索中てて。お、持って。を、持って。持って、を、を、も、を、持って。これ伸びない。多分ね、を持<れ>ってってあんまり言わへんのよ。<laughs> 伸びいいよもうもういい。<laughs> 伸ばす。伸ばします。<laughs> 年り気で伸ばす。えー、を持って検索中。検索中。 これさうちのダウンロードさ500メガぐらい出てるんだけど <laughs> なんでこんな時間かかんの, <laughs> いやその国会のコンピューターが怖い。国会のコンピューターやてちょいからやろこれ。コモルで書いてる。ええー、思ってこれは古そうやな該当件数が3000何件とか出てるから。あそうまだや、まだ違う意味やねそれは、ね。これは違う意味でしょうだってか第56回とか。 の国会ですよあじゃああれな「国間を持って」とかってけどもういいやもういいけどさとにかくそのこれ日本語が壮絶な勢いで崩壊していってるっていうことの一つの表現ですうん、うん、まあなんでね官房長官もあの崩壊してる日本語でいやもういげえなお前,お前どこのタイプで撮んねんこいつはもうほンマ早稲田です 早稲田です。確かこの人財務大はこ。財務大臣は残こ財,、えー、財務大臣は。財務鈴木、鈴木財務大臣は意外と確か東大じゃないんだよね。早稲田なんですよ。この人も。早稲田。うん、本当に早稲田ダメだね。なんでかっていうと、えー、と <laughs> 岸田文雄内閣総理大臣が早稲田だからなんです <laughs> あののスピード感の菅総理はあの法政大学ですね。はい、法政法政法政大学。うんうん、あんなやっぱ、ちょっと、あの基基礎基礎ちゃんと日本語勉強せえよ。<laughs> 基礎教養ぐらいは <laughs> ないと。うん、でも、取ればいいけど、新聞がね、やすやすとその持ってになってるのは怖い。うん、公開しておりますな。 国会のさ、即帰、うん、し,してる人、うん、議事録書いてる人って、官僚でしょ、国会官僚でしょ、国会官僚が分からなくなってんやと思う。あ国会で議事録でそれ出すから、新聞も使うようになったんだと思う,う,ん,う,ん,うん,、うん。国会のさ、官僚がさ、その持ってっていうのが持つというだと思い込んでるっていうのは、かなり怖くないですうん,、うん。 ちょっと怖いというか、あの、うー、ん、ていうか、安富さん、あなた、そんなことツイートしてたんだね。お昼に。えー、それ、するでしょ、そのもう、ビビるよ、私もちょっと、っとっと目ん玉、てんくり返ってさ、うどないなっとねとか思って、いろいろ調べたらいっぱい出てくるからさ、思ってが。はい。<laughs> ショックを受けて、うん。 ちょっとクラクラってくるんだけど、はい、これはかなりのレベルじゃない？うん、あのさ、いろいろ間違いはあるけどさ、その例えば破天荒間違いってめちゃくちゃ多いやんか。あ、まあ破天荒はまだね、うん、はちゃめちゃで使うというか、それはちゃめちゃですよ。うん、<laughs> <laughs> 天荒っていうのは基金とかの意味で、それはその。 ある地域からですね中国の下僑に合格したが全くいないっていう状態が何百年も続いた時にうん、うん、誰か2人連続で通って兄弟かなんか、うん、それをその破天荒天荒を破ったっていう風に破天荒っていうん、うん、だからどちらかというとこれまでに前人未到とかうんだから、うん、手塚治虫の漫画は破天荒であったとかいうふうに言わないといけない宮崎駿のアニメの成功は破天荒だうん、うん、まさに破天荒だとかいうふうに使うもんなのに、うん、最近はちゃめちゃっていう意味で使う人がほとんどなっちゃいましたよね。 まあかなり恥ずかしいんですけどまあこれはでもまあ辞書にも出てるんですよ御用だけどもこちらが衆であるみたいなことがなので持っては絶対出てねえから辞書にうんそうやなまあ,、うん、あのまあいいけどさちょっと官房長官とかさ官僚まあ官房長官まあいいよどうせ大将君ね、うん 周りを支えている官僚たちのこの日本語力劣化。いや、まああとよく間違えられるので言うと確信派。犯うん、革新派な、うん。あれは悪いと分かって言いながらね、あのそれをやったんだよ。ちゃんうんやね。いやそれはな、うんか、うん、それだからそう。あ、うん、でもあそれもでもさ、それ解説見てさ、うん、正しいと信じてやるって書いたあ ん確信犯が、うん、確信犯の意味で間違ってるのは悪いと分かってやることを確信犯というふうに間違って理解するけども、うん、本当の意味は正しいと信じてやるのを確信犯というんだって書いてあるんけどさそれもおかしいと思うよ私は。あれってだから宗教的にとか。うんだ確信っていうのは正しいとか正しくないとかじゃなくてうん、うん、政治的宗教的私はこれをする、うん何かこれをする。 うん、っていうふうに考えてやるのが確信犯でしょ。うん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 。うん,うん、わざ分かってやってる。それは悪いって人々は思うって分かってや,るやだけど私は正しいと信じてやる。なんだからうん、うん、悪いと分かっていて正しいと信じてやるのが確信犯だ、うん。うん。だけど残念ながらえなんやでこれが悪いの？なんでこれが悪いの？とかいうのは確信犯って言わへんね。でも安富さんのこのしかも <laughs> 持っては緊張感を持って注視するだろううんのツイートがですね。 残念ながら今見たんですけど30いいねしかついていない <laughs> みってことあれか <laughs> ちょっとこのこの動画の再生回数も30いいぐらいかいいすかしたかもな <laughs> もうすみません私が親父します <laughs> 緊張感を持ったおいたします <laughs> 私も安冨さんの取り上げる話題について重大な懸念を持ちつつ緊張感を持って対処していきたいと思います <laughs> だからやっとみたのこのツイート何言ってんのか分からへんのよみんなどうやーもういつまでそんなことなったんじゃうよでもいや怖怖いな怖いでもこれはちょっとやばいねうんまあこんだけ日本語が崩壊してたらその辺も崩壊するよあ崩壊するやろそら <laughs> だってさ<ー>その判断する人たちがさ、うんまあ、そもそも、まあ、担いでるだけって政治家が担がれてるだけなんだけど、うん、日本ではねそのシステムを動かしてる連中自体が劣化してる。うん、まああの我々ね一般人がですよ、うん、例えば Mac とかパソコンあの Windows の OS をさあのつく使う時にね、えー、マシン言語01とかさ、うん あるいは、うん、あのー、なんだろうな、コンパイルとかね、こう意味わからなくても、うん、まあ別にいいじゃないですか、別に。うん。いいんだけども、うん、え、コンパイルって何とかね、あのー、そう、そマックの技術者が言ったらどうする <laughs> え、えっと、ニシンって何とか、え、CPU ってどうやって動いてるの <laughs> からんとかね、わからなくても作ってます、マック、カチャカチャカチャって、バグだらけやろ、そんなもんの。<laughs> <laughs> 怖すぎるの <laughs> 化学反応のことがよく分からんねんけどまあとりあえず作ってるんですわ、うん、CPU みたいな CPU とりあえず作ってますとかトンネルコンピュー,ーう,う,んうん、そういう感じそういう感じ、うん、そういう感じでしょ、うん、これは、うん、そういう感じですねだから私がだから Mac の技術者のなんか内部文書とか見たら、うんうん、あれなんかコンピューターの用語間違って使ってないけど、うん、何これチューリングマシンって マシンだと,機械だと思っハハ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 ハチューリングの作った機械のことだと思ってるこいつみたいな思考実験やっちゅうそんなもん見つけたらちょっとかなり怖いやんか少なくとも私はそんなものをバックで見つけたらマック使うのやめる <laughs> あの皆さんが持っている、えー、パソコンスマホの、えー、CPU にはですね <laughs> えー、トンネル効果っていう量子力学のことをですねちゃんと学んでおかなければ設計できないくらいなんですけどそれを使ってる側はいいんです分かんなくても、えー、でもあの設計する側はちょっと嫉妬がかへと怖いかなっていうか動かねえやっていうねあの、えー、話なんだけどうん持ってが持ってで分からなくなってるんだとしたらですね ええ、多分かまして円安の意味分かってるのかこいつらってレベルでしょいや多分あの原発がどうやって動いてるかもわからないかなあ絶対からない。原発がなぜやばいのかあとあの絶対理解してないと思う燃料棒入れてどうやって原発がねあの熱を出すのかまあ、うん、崩壊するからなんだけど原子があのそれをさ別に知らなくてもまあ我々はいい。 いいけどあの下手すると経済産業大臣の萩生田光一さんわ、うん、か,かんないのちょっとあそれ絶対わか,対分かってる絶対わかってる絶対わかってるよねあ,あねそんなんねあの買いかぶりすぎです買いかぶりすぎです私がおおそ恐れてるのは例えば原子力保安今なんていう原子力えー、原子力規制庁規制庁、うん 原子力規制庁とかの職員が、果たして原子炉の中身の構造知ってんのかっていうのは、私は疑ってます。あ、すみません。えっ、ー、と、あ、あ、その原子力規制庁で合ってるな。うん。うん。うん、いや、さすがに、それは。でもね、私らの原子力保安員の人が来て、やってる討論会に参加したことな、うんオバマに。オバマ、オバマ、大統領じゃない方ね。うんうん、福井県のオバマに行った時に。うんうん、あの。 ちょっとそういうい集会があるのにたまたまあったから参加させてたんだけど、うん、その時にねその原子力ファンの若いその官僚が来て説明してたんだけど、うん、いくつか質問したんだよ私。何が問題なのか分かってなかったよ。いやそんなマニアックなことしてないってねなぜなぜ安全でこれが危険この危険性がなぜ安全にできるってあなた考えてるのかっていう質問に対して答えられなかった。う 原理的にものすごい危険性含んでますよね。とだからまあ視線形成の話だけどね。うんうんうん。あの,あの一つの一つの何か問題が発生したと一つ問題が発生したときにその問題だけが問題なわけがないじゃない。じゃあそうだ。例えばあの複雑な原子炉どこかにヒリが一個ありました。パイプに。うんうん、あこのパイプがやられたのでこれを修復します。うん、それで済むわけないよねっ。うんう一個ダメだったら他も全部ダメだったっんじゃない。どうやっちそんなの調べるのみたいなそういう問題が。 あの複雑なシステムにはたくさんあると思うんだけど、それはどう考えてんですかって、どうやって対処するんですかみたいなことでも一応あの今の原子力規制委員会のトップ見たら、うん、東京大学東,東京工業大学大学院理工学研究科博士課程まで勉強してあるから、さすがに分かってはるんじゃないかなって。どうかな。じゃないかな。っていうか、でもあの,あの東京大学の、うん、あの原子力 学科かなんかの教授だった大橋さんという方は、うん、あの専門家になればなるほど格納容器なんか壊れるなんてと決してないと思えるかってくるって言った博士の異常な愛情や。博士の異常な愛情。あの小池 <laughs> さなに花ってだよ,<あ>よ。言ってるんですけどその核の容器は僕が割れたから<あ> <laughs> バカじゃねえの。専門家になればなるほどそんなこと思わなくなるんですよ。<laughs> みたいなことを言ったよ。うん、今でも YouTube で見られるけど。うん まああのその核はさ原子力はさ中性子がウランに当たってさポコポコポン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 ってまあなっていくんだけどもじゃあなんでポコポコポン,ポンポンってなった時にどうしてあの熱が生まれるエネルギーが生まれるのかとかまあ我々はその知らなくてもいいんで,すよでもせめて動かしてる人たちは知ってるんでしょ っていう前提で社会は成り立ってるけど、うん、この日本語の崩壊はですねもしかしたらもうみんな知らんのかもそうや、ね、全然知らんって確信してる私は <laughs> そうですか <laughs> じゃあ何じゃあ下手すると何鈴木財務大臣は日米金利格差の拡大によって円安が進行しているっていうのを分、うん、か,からずに言ってるってこと <laughs> 思うよ でも例えばさこう金利と格差が発生した時ときに資本が動くでも動か,動かないこともあるよね、うん、動かないこともあるねなんで動いたり動かなたとするのとか質問には絶対答えられないおおなるほどで多分為替相場を動かしてるのは資本全体のごく一部だよねそのごく一部の現象とその資本全体に関する現象との間 関係性とか全く理解してないとわでもからないけどわからないけどさわか,からんけどでもそこはわからないことが分かってないあ,あなるほどじゃあ日逆に言うと日米金利格差さえ変われば、えー、この円安は即終了すると堅く信じてる可能性があるそれ日本人の批判してる人は結構しぜんじゃないかとぜひ心配していますあの大きい一つの要因なのは間違いないよそれは うん、うん、だからたまたま今金利格差を餌に日本円売りが発生、ねうん、なぜなんでそうね。うものだったのとかさ、うん、じゃあなんで今まではこの強烈な格差がずっとあったのに全然反応しなかったわけ、うん、とかさ一体何を考えて日本円な買ったのこの外人はっ、うん、<laughs> かさそういうことは何も分からずにやってるわけですよね。 だ大体でしょみたいな感じで、うん、のお話としてやってるにすぎない、うん、ってそのお話がお話であるっていうことを理解してお話をしてるんじゃない、うん、だって官僚にご説明されてそのまま言ってるわけなんだから「うん、あそうなんだねほいほい」ホイホイとか言ってど,こどんどん何者ような思い出なてそんな感じになっちゃうなるほどでもしもそうじゃないとしたらですよ、うん、この前の黒田さんの話をした動画があったけどそこで言ったようにその黒田総裁があの うん、異常な金融緩和を続ける信念を持ちえた理由が分からん。うん、まあそうやな。うん。あはぶった切ったら絶対無理。う確かに。まあさらに言うならその全原子力産業なんていうものを作り出すことができたそういう技術者たち。うん。で初期の第一期の技術者たちね原子力との作り出した人たちは間違った信念を持ってたんです。ほうん。 例えばハイゼンベルドイツのめっちゃ偉い量子物理学者だけど、はい、彼は数年以内に高速増殖力ができると信じてる。マジ,マジで？マジでマジでマジで。そううんでそれね、ある程度やっぱり理由があってそれはなまあそれはそそそれそれれこがどうかはその本には書いてないんだけど、うん、えっと あのまず原子爆弾を作るっていうのがさ、簡単にできると誰も思ってなかったった。だけどできちゃったね、すごい簡単に。そしてその先にさ、その水素爆弾を作ったじゃないですか、あれは原子力爆弾原子爆弾をなんか完全に同期させて、中に圧縮するとかいうことしてて、技術的にできると思えないようなことでしょ。 でもあっさりできちゃったんですね。うん、でしかもアメリカもそれを独立にできちゃったんです、うん、ってことはだからこの原子力関係の技術って割と簡単に進むんだなっていう印象がつってきたんだなるほどなるほどなるほど。うん。うん。あの一応は安全ベルグって言われて知らん人向けにいやそれは知らん人もほとんど。あのー、<laughs> それあそうよく<言>よくないですね。言っておくと。うん えー、ハイゼンベルグよりももうちょっとメジャーな言語で説明しておくと不確定性原理まあこの辺りの,あのことをあのー、主に考えた人だけどもうんまあそうだね、えー、すごい確かめっちゃ若い時にノーベルけ、えー、物理学賞取ってるはず、うん、30代前半とかいやもうこれがもう20世紀最大の科学者の一人だ まあそれが、まあ確かにでも、原爆作りました。ですぐに水、ー熱核型の水爆的なものを作って、ーああ、このまま行ったらもう高速増殖炉を作れて、えー、うはうはやーっていうふうに思ってたわけだ。ちなみにあの高速増殖炉っていうのは、最近ダメになったあのモンジュです。うん、うん。夢のエネルギー。10年以内に20年以内、に30年以内、40年、五十年、お前、つできんねんって言って <laughs> う、ね、ついに諦めたんですけど。<laughs> そうそうそう。 昔はできるはずだっていう信念を持って作ってたんね。これさそうヨアヒム・ラート・カウっていうドイツにですね、うん、歴史家がいて、うん、この人がそのこの人なんかもう巨大な自然と権力ってありえへんぐらいバツ書いててうん、うん、それをその私ほんあの解説書かされて知りそうになったんですけど、うん、その人があの原子力この,この本書いてるんです、うん、ド,イドイツ反原子力運動詞書みたいな本書いてあって。うん たまたま日本に来たときにこ来られた時に私会って話を聞いたらうん、うん、ハイゼンベルクは高速増殖がすぐできると確信したから原子力推進したんだたなるほどそう信じてたからこそその自分がやろうとすると正当化できたんだけどうん,うん、うん、爆弾だんだそこが崩れたんだってところがそこが崩れたら、うん、初代の人はああかんなって思えたわけですあかんなって思えたわけ、うん、だから割とその 初期の核核核核物理学者とかさあの原子力の立ち上げにかかった人たちは批判的にあった人も多いんですよ。というのなぜかとい高齢ができると信じだたからこれは推進だけどこれはできないって分かっただったら間違ってたなっていうことができたんだけどややめとこやめとこって問題は2代目 2>,、うん、2代目以降になるとですねもうわからないわけ。うん、もう始まってるところに来たわけね。そうすると その全体的な理解には及ばないです。ええー。自分が今やってることを理解する。円安に戻ろう。円安に戻ろう。あ、円安に戻ろう。<laughs> でもそれと同じだって前にもあのえっと銀行員がなんかそうじゃない。うん、ちゃんと金融のことを理解して、うん、資産とかさ、そのポートフォリオの問題とかを理解して、うんうん、でどうやって為替が発生するのかとかさ。うん。 先物ってどうやってそういうことをちゃんと歴史的とか理論的に理解した上で仕事してるっ極ご少数ですよね。うん、ほとんどの人は目の前の自分の仕事を理解しそれを人に売り込んだりすること、うん、理解をに脳を集中するわけです。うん、出ないとできないん、うんうん、そうするとですね知識が分散化するわけです。うん、でそしたらそ,そこの専門家になるわけです。その大きなこの巨大な歯車の僕一部の専門家になるんです。はい でその歯車のそれぞれの専門家たちがそれぞれに専門知識を持ってんだけど、うん、最初はさ全体知ってないと作れないじゃん、うん、全部の歯車を1個の歯車をちゃんと理解しないと歯車はめられないじゃない、うん、ところが2代目3代目になるとその歯車の一部だけの歯車になるんです、うん、そうするとですね一個一個の歯車はちゃんとしてるはずなんだけど、うん、あれこの歯車丸くなってないよみたいなさ <laughs> 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 これハッチかけてないとか いや、かけてないこれはちゃんと偉い先生が作った歯車なんだみたいな。嫌だね。ことになるわけです、ねうんで。そうすることによって、その空洞化が発生するんですね、知識の、うん、で、その空洞化の進展がね、やっぱりここ2、30年すごい進んだなって私はいい感じがあるんです、うん、というのは、だからその例えばさ、その熊取6人衆って原子力発電、原子力批判的な原子力科学者がいたんですよね。はい でそれが最近立て続けて10年ぐらい目に熊取になってで熊取6人衆、うん、小出さんとかうん、うん、でそういう体感しってはった全員次々そしたらねその原子力の分野で原子力に批判的な人はゼロになったんですおおでもまた原発の話に戻りつつあるなまあまあまあうん、うん、でもそれが示すように知識のね、うん、完全な空読は発生するうん,うん、うん 常に、だっておかしいじゃない。常に内部で批判的な人が出現するはずでしょ。うん、知性っていうのがあれば。うん、ところね、ゼロになるんです、批判的な人は、うん。完全に排除した状態で再生産が可能になるんです。 でこれが金融とかその官僚とか官僚組織とかにも発生してる。もだからまあ安倍晋三とかがあの金なんかいくらでも吸っていいんだ、日銀は子会社だ、うん、いくらでも大丈夫なんだ、防衛予算増やしていいぞっていうのに全く反対気持ち出てこないと。そうなんそうだってもともとはさそのいや、軍隊、軍軍部の暴走を許してしまった。それはそのあの高橋奎明の時に、ちなみにね、まはあ、い アスロックっていう台湾の会社があるんです。ええ、パソコンメーカー。それのね、公式ツイッターがあってですね、うん、まあ私パソコンタグなんでこういうの見るの好きなんですけど、公式ツイッター見てください。いいよ、アスロック。やめてよ、円安。<laughs> これ、あの、フォロワー数7万以上の企業公式あのツイッターアカウントなんですよ。 これ <laughs> もうもうだからこ,これがだから財務大臣とか日銀総裁まずこれぐらい叫びましょうよ <laughs> 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 何このアスロックジャパンはやめてよええやつやめてよこんなのやめてよクソ止まれ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 止ま <laughs> <laughs> れ止れっはいもうかんなくなるか、ね、それこ,こにしたらさもう、はい、コストがだってはい、うん 2>, うん、2倍近くで値上げしますね、はい。そうです。<laughs> で、こういう笑え、まあ、る商品を2倍値上げしたらいいんでこういう反応をすべきなんですよ。財務大臣とか官房長官。あ、このだ、ね、このねこ,ううこの発言をですね、うん、えっと速報、松野官房長官、円安やめてやめてやめてよクソ止まれ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 ーだめだな。<laughs> <laughs> いやこれだいぶあのみんなあやばいんやって気づくじゃないですか <laughs> いや例えば原発の時もね <laughs>、えー「メルトダウンしたの」ってたやめてくれメルトダウン止まってくれクソ止まれ止まってまる」止まれ <laughs> っていうふう叫ぶべきったえー、でも誰も叫ばないそうすると批判する人が消えていって空洞化されていってまあ、ついでに言うとう日本語も崩壊して 縁も,も崩壊しつつあるなと<ー>そういうことですねこれはその,そのね空洞化のレベルがね、うん、持ってわからなくなるレベルに来てるっていうことなんですよ、うん、これ結構背筋が寒くならない、うん、だってさっきも例え話言ったけどプログラミング分かってへん人が OS 設計してたらビビるよねっいうそう,んうんうんうん あのすいませんあのマクロって何ですかとか言ってる人がいってます。嫌、うん、じゃん。<laughs> マクロン <laughs>、うん、マカロンっておいしい <laughs> <う> <laughs> マカロン経済何それパリのお菓子みたいな。<laughs> なんかそういう感じね。あ、うんんうん、そ,そういうレベルの恐怖を私は感じてる。うん、必死必死と。うんうん でもその感じてる恐怖についてツイートしても誰にも伝わらないことにさらにキしひしと恐怖を感じるん,んいやでもあのそれはしそこはしょうがないかなって思うけど。うん。な <laughs> の、そういう状況であるということを理解した上でじゃあ我々はどういうふうに安富さんの本を売ろうかな <laughs> を考えるのが大事ですからね。い、う、や、ん、怖いわ。 あそういう意味ではだからあの仕事のやりがいとかさ<お>なんか、うん、あの仕事の楽しさとかさなんかそういうものももう分かんなくなってんじゃないかなみんなこれこれちょっとあの<ん>こういつツイートがちゃんとつきましたよおなか私のツイーほうほうほうほほああなるほど いいですねこれ私くらいになると緊張感持てるのだよってよいしょって <laughs> なるほどいいですねちょっと希望がありあるじゃないですかちょっとこれ緊張感でもちっさって書いてる <laughs> 緊張感緊張感ち結構すぎる小さいなこれ <laughs> まあでも 一時がこんなな感じなんやろうないやあさかなり怖いで、ね、うんよし私も今からちょっとあの緊張感を持つためにあの印刷しよう <laughs> 緊張感を緊張感を印刷しますえー、<laughs> ウィーンって動かしてやっぱ緊張感を持てるようになったらあの、うん、上級国民になれるんでしょ うん、ねえスピード感も持ってくださいよピード感も持てるようになったらこれはもうかなり <laughs> あの上級国民入りですよこれはまあでもなあ円安進んで貧富の格差が広がっていくんやろうな,などん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 だってこれ叩きつけられると思うんだけどね私みたいに昔からそういうことしたとかって言たらいいけどい、ま、はい、えー、私も緊張感を持ってみました 今、刷ンサッチで。見えへんだけど <laughs> いや、あの、<laughs> んじゃあ、ちょっと、ううん、うん,ん。はい、えー、じゃあ、今、こんな感じで。はい。緊張感。緊張感。あ、これ、ちょっと、なんか、令和、平成みたいな感じで。緊張感。<laughs> <laughs> 聞こえてるやん、持ってないやん。<laughs> ーだだスクショ撮る時はもっとも、も、もう、食こうやって食わんよ、うんうん。ちゃんと持ってます、今こうやって、あのね、みたいな感じで、こう、緊張感。皆様。緊張感を持って。あの、あ<ー>ちょっと、あの、松野官房長官、こうやってるんです。緊張感。持ってます。持ってるよ。どういうことな。<laughs> <laughs> しかもさ。ああ 緊張感ちょっと持って持ってだけでもう引っ張ってしまったけど、うん、今日持って動画になっちゃったえそうえとだからこれをまず持つでしょこれでじュー <laughs> 注視。ここチューの意味分かってんのか?「津波」みたいなってこれ見てるんですよチュースじゃないよチュースじゃないよ <laughs> ああ 緊,緊張感を持ってチュースだと思ってないかひょっとして中緊張感を持ってチュース <laughs> チュース <laughs> まああの何何何て説明したらいいのかなじっと見つめて注目するとかっつったらいいのかなんて言ったらいいのよ <laughs> 注視する注意深く見つめるあ緊張感を持ってチュースをしてください <laughs> 緊張感を持ってないチュッチュッチュース チュース <laughs> これ円安終わらない感じしますね。まず緊張感を持ち、チ <laughs> ュース <laughs> じゃ、じゃちゃんと緊張感を持って、えー、じっと注意深く様子を見てみましょう。チー。チー。あんま変わんないあ。これ持ってる時点でて全てギャグですよ。緊張感を持ってる時点で。<laughs> ダメだこれ。超受けるみたいなん。ダメですね。と、うん、いうわけで、えー、残念ながら円安は終わらそうですね。分かる。ととどんな時代かこのこの,こ,のこれ<ん>このコンピューター台湾のコンピューター会社の方は絶叫、うん、してるじゃないですか。<laughs> こんな感じ。やめて円安やめてよこんなのやめてよくそ止まらよ。止ま <laughs> 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 これ、割とリアルな声ですよ、ねうん、リアルな声ですよ。こういう感じ、こういう感じ。円安ってこのぐらいのインパクトあるかこ,こういうインパクトですよ、円安っつうのは。<laughs> なんだけど、なんかこう、緊張感を持って。緊張感を持って。これ、しかもさ、<中>この下にぶら下がってるやつが怖いね。でもこのツイートにぶら下がってるコメントは。なんですか なんか、今なんかのんびり全然、うん、全然、反応してないんですけど、うん。してないよ。うん。してないよ。いや、あの、パソコン高くなる。いや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 あの、パソコン高くなるって意味ないやで。ハハハカスボめちゃくちゃ高くなる。うん、大丈夫昔のはプログラムになる。いやー、30万とかすんのか。 80年,80年代のワープロみたいな企画になりますけど。うん。実オアシスみたいないや値段になるよ。懐かしい。<laughs> うん。どうするんやろうね。まあ、ちなみにあの別にあのドルだけじゃなくって、ユーロにもポンドにも人民権にも負けてるんやけどね。<ん>うん、だけど違うよ、あれ。うん トルコリアには勝ってるよ。トルコリア。トルコリア <laughs> にはそれは勝ちますけど、勝つけど、うん。はあ。これやっぱもう投資だな、投資。<お> <laughs> 岸田さんのおっしゃるように投資するわけですよ。インベストイン投資。あインベストイン投資ってない。インベストイン投 <laughs> <laughs> <laughs>

みんなめっちゃ下がってんの、ね、よ給料この春はもう二割も三割も減ったんですよ給料そうよあ下がったよ、うん、給料二割下げられるとか意味わかんない、ねうんけど意味わかんないんだけど下がってんだよね、うん、恐ろしい,いやちなみにあのここからじゃあ急に利上げ方向に行ったら経済崩壊しますからねそれも間違いないそうなんですよ、ねうん、ここがだから <laughs> <laughs> でも金,金利上げたらね、うん 円安が止まらないで経済が崩壊するだけかもしれない、下手すると。あ金利上げたらむしろ円安が、あなるほど。だって例えばだからさ、上げるっつったってさ、うん、今の金利、日銀の金利を5倍にしてもさ、うん。上げたことになってるうーんと1.25%なんで、日米金利格差上で見ると、 向こうが今3.1%ぐらいなので、多少、多少、マシンになったかな。多少、多少。うん、多少。でも、日本経済としてたは、金利が5倍になってるんです。だから、やるんだったら、えー、っと、1十倍,倍。と、うん、13倍。うん、13倍に上げた。この場合に上げたら多少こ、多少効き目あるよね。うん、金利格差っていう意味で。うんうんうん 金利を十三倍に上げてごらん。うん、まあ中央銀行の金利負担が十三倍になるんですよ。え、なんなんなんで？金利負担は十三倍なるわけでしょ？まあ中央銀行の国債十年ものの国債が十三倍に上がったから、うん、えー、いきなり皆さんの金利が十三倍上がるわけじゃないんですけど、いろんなものがどんどん,どん,どん,どん上がっていく。まあまあでもまあでと銀行の負担は十三倍になるよね。 なる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 すみませんすみませんやっぱこれぐらいやっぱ酒まだ赤いよねこれちょっとちょっとこれも <laughs> 売り上げそれだけあってやっとちょっと効くかた程度だからちょっともう一個送ったからちょっと見てくださいよこれ売り上げ5000億円くらいの会社のツイッターアカウントだからねこれこれこれ<僕> <laughs> 公式 公式ですよだって青い幕ついてるじゃないですか、なんでこんなにおぎゃーってしてるっ,っていうと、円安、PC パーは輸入品などで価格が上がる、同じ型番の製品が高くなったら買ったら高い、今は買う時期じゃない、おぎゃーって、<laughs> <laughs> だからそれ、そなんで説明しないといけないの、これ。た<え>多分ね、これ、最初のツイートに対して、全然反応がなかったから。はい 慌てて説明つけたんです。そうです。でも星下見てごらん。ん？うん。これぶら下がってるやつ。んんえ、なんだって国産 CPU を開発する時が来たようだなってなんだこれ <laughs> で。でそれに対して。 国際 CPU できたらバザーボードメーカーとしてはちょっとキぃですね。ダル WWW。またにサルトリアン皆さんパソコンは今のうちですよ。もしパソコンを買う必要があるのはたった今も買うというか。うん、いやなくても買った方がいいかもしれない。うん、CPU が高く売れるかもよ。<laughs>

もう2、3か月って売ったら結構なお金になるんじゃないか。かもなうん。しかし、<や>あのー、金利が、じゃあこれを止めるために金利を上げようと思うと、皆さんの住宅ローンとかも上がってどっか。そうなんよ。金利を少しでも上げたらさ、住宅ローンを吹っ飛ぶんだよね。そうすると、日本経済は吹っ飛ばしてしまうことになるからさ、はい、サラリーマンがみんな自己破産するから。はい だから、円安時刻か金利時刻か、どっちがいいっていうふうに言われてるお<ー>えどっちもいい、なんか魔法の方法はないのいや、私もそのようなものができるようにするために、ですね緊張感を持って注視していきたいなと。そろそろあの、<laughs> お時間て緊、緊張感、キュースしていきたいと思うので、でまあうちのねあの東大教授が語る世の中の真実シリーズも17日に値上がりしますから、 え皆さん緊張感を持って購入を検討していただけると幸いでございます。じゃあねー。